お？お？寝掛かり？なんか引っ掛けた？え？何？え？来たんじゃない？ちゃんよし。ついに？え？嘘でしょ？嘘だ。ちょっとやってみ。負けてんだよ。負けてるね。うん、あ、なんかいる、なんかいる。いやー！やばい！食った！やばい！でけー！しかも。やばいやばい。どうしようどうしようどうしよう。チャンス。一個ずつしかない。バケツ。一個ずつしかない。やばい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 。一個ずつよ。え？一個ずつよ。いやちょっと待って、助けて。え、しかもめっちゃいいサイズ。やったーねー、嬉しい。やばーやばいやったーやばーイエーイすごーいすげーちゃんよしー、すげー、青森でっかい、でかーすげー、やったねちゃんよしー、マジですごい、泣きそうじゃないか、やばい、いや、なんで遠出した時毎回泣くのだって私エビングほとんどやったことないんだよ、すごい、すごい、めちゃくちゃ嬉しいんだけどあの、メクソだけ取ってメクソだらけで左、そうそれだけ気をつけて、そうやばい、取れた、あ、取れた、すごいじゃん、すごい、本当にすごい、めっちゃ嬉しい、これ美味しいぞー、青森、ちょっと震える、いやマジですごい、なんかあんま引かなかったね、いや、なんかね、ってムニョンってやってた、で、長かったかなって見ちゃったよ、あれ引きてんなと思ってやったね、超嬉しい、やったやったやったー、すげえ最高、やばーい、マジですごいよ、この人は、やってくれると思ってた、戻ってきました。お疲れ様でした。いい海でしたけどもね。なんとね、この B&B フォレストさんは、このキッチンをね、買ってくれるんですって。すごい。そう。すごいね。だから釣ってきた魚をさばいて食べれるんですよ。それ何？我々が特別じゃなくて。じゃなくて普通に貸し出ししてくれるんですって。すごい。ね、釣り人に優しい。ね、めちゃくちゃいいよね、ねえ、いい、本当に、だって出先で釣った魚どうしようって思ってる、そうそうそう、ね、なのにここではもうそれができる、できちゃうんだ、素晴らしい、なんで、はい、作っていきます、やった、ねえ、せっかくだから、ね、じゃあやりますか、やりましょうか、はい、ゆかちゃん、ゆかちゃん、ありがとうね、これをなんと、よいしょ、いや結構食べ応えありそうだよね、ね、肉厚美味しそう、嬉しいなでしょ、嬉しいな、できた、いや、俺はね、絶対取った方がいいって言ったんですよ。違う。それがね、ほんとこの人は手を抜くからね。たくさんが、いやもうこのサイズならいいでしょう、取んなくて。叩いたら消えちゃうでしょうって言ってました。消えないよ。消えないって。私も消えないと思ってた。なんなの？私も消えないと思ったんだったら言えや。その時に。そうね、勝負だから最後に、ハイト、ハイトじゃねえんだよ、あ、いい香り、バターの、すごい、
そう。先にリアクションすんじゃねえよ。素人目。やばい。本当にね、もう。気もちょっと出てきた。完成。完成でーす。やったー。イエーイ。意外と早いじゃん。完成。よっしゃー。やったー。すごい。めちゃくちゃ美味しそう。できたねー。食べようよ。はい、食べたいです、ね、いただきます。いただきます。じゃあイカからいきましょうよ。イカいっちゃおうぜ。うん、じゃあちょっといただきますよ。はい、ちょっとね、ちゃんとバッテン入ってんじゃん、うん、めちゃくちゃやったもん。ちゃんとちゃんとやったよ。すごいね、やっぱちゃんよしはやるんだから。私そういうのちゃんと家庭的だね。うん、うん、歯ごたえすごいっすね。ね、プリプリ。うわ、うん、香りが甘い。甘い、うん。めちゃくちゃうまい。甘みが出てくるね、どんどん。ね。コリコリするの柔らか。うん。美味しい。でとろみが出てね。うん、美味しい。ちょっと申し訳ないんだけどさ、俺が釣ったことにしていい？やだ。やだ。絶対やだ。あ、ほんと？なめろうも行きましょうよ。なめろう食べたい。なめろう。ちょっとなめろう。全部食っていいからね。お、うん、おいしい。うん。ちょっとご飯入れないで、ご飯入れないで。なめろうだけいって。うん。うん。普通においしいです。おいしい。めちゃくちゃおいしいよ。美味しい。本当？うん、美味しい。美味しい、美味しい。うん、いや、ハイボールみたいな。うまい。美味しい。うま。絶対ダメだよ。感想言うときに普通に美味しいとか。いや、普通に美味しかったよ。普通ってつけちゃダメなのよ。これがもしレストランとかだったらあれですけど、うんうん、タクさんが作ったやつだし。なんでだよ。お前が分量決めたんだろうが。これ行こうよ、これ。いかん。私ちょっともうこの釣った人特権で紐入りの袋いっちゃおうかしらね。よし、行っちゃおうよ。行っちゃおう。いただきます。これも普通の。うまい。うまい。うまっ。うまい。なんだこれ。めちゃめちゃうまい。コリッコリだね、うん、もう刺身でも食えるぐらいだからさ、うん、この半熟具合いいね、うん、うん、今日でも、あ、そうか、東京から車か、うん、うん、でも違うの、うん、飲めんじゃん、うん、え、買ってきてくれるんですか。やったー。自販機ビールが、配信の悪い癖出ちゃってね。乾杯ってやつ。うん、うん、いやー、釣ってよかった本当に。本当によかった、マジ嬉しかった。よかったね、ほ、うんと、うん、島来てよかったね。よかった、あそこ多分イカ相当いると思うけどね、うん、だってあんだけさ、下に炭炭だらけだったもんね。炭だらけだった。で、私もさ、エギングほぼ初心者だから、うん、だからそんなんで釣れるんだから、めちゃくちゃいい釣り場だよ、ほんとに。まさかね、うん、こんなにできんだね、ちゃんとね。ね。これもこれもこのホテルがあるからだよ。うん、そうだね、うん。ホテルのおかげだよ、ほんとに。遊びに来てんじゃないんだから、こっちは。そうだよ、ホテルの PR なんだから、こっちは。そう、謎に寝坊したりさ。釣りも終わって、はい、ご飯も食べました、はい、いや美味しかったですね。美味しかった、素晴らしい。美味しかった。うん、ただ、うん、今回は、はい、その釣りとご飯もそうなんですけど、はい、このホテルの PR の
撮影ですから。そうですね、はい、うんうん、ですからこの最初に言ったそのホテルの PR 貢献度、うん、そうね、はい、PR 貢献度、貢献度を、うん、一番低い人が PV を撮るんですよね、うん、そうですね、はい、はい、もうちょっと頑張って PR してくださいっていうことを最後にね、うん、ちゃんと、うん、そうですね、うんうんうん、ではその誰が PR 貢献度が高かったかっていうのをまずそちらの発表をね、たくさんに判定してもらいましょうか。はい、はい、PR 貢献度一番高かったのは、うん、星6つで吉野さん。イエーイ、やった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 、やったー、素晴らしい、やった、あんなもん釣れると思ってなかった。いや嬉しい、あんなでかいのをね、うん、いやでかかったですよね、あれでかい、でかかった、でかいし美味しいし、うまかった。だからここのホテル来ると、うん、ああいうのが釣れますよっていう、うん、ちゃんとした貢献度、はい、大きさ美味しさもそうだし、うん、もうこれもう星 3つだなと思った。やったー、本当は5ぐらいでいいかなと思ったの。いや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 、でももう、もう6上げちゃう、うん、やった、星6つやりました、うん、やったー、嬉しい。さあそして一番貢献していなかった方、はい、この方に PV 撮影をしていただきたいと思います。はい、もう必然的に俺かエマちゃんしかいないわけですから。そうですね、うん、俺はもう厳正なるちゃんと審査します。大丈夫ですか？うん？大丈夫ですか？マジで。だから俺やってなかったなって思ったらちゃんと俺って言うから。はい、俺はもうそういうまっすぐの男ですから、はい。よろしいでしょうか。はい、PR、貢献度が低かったのは片原エマ。意義あり。意義なし。意義あり。なんだ意義ありって。聞いてください。何ですか？今日集合時間5時でしたよね。そうよ、はい、まあ、大遅刻したんですけど、うん、大きいイカ釣って、うん、なんとか挽回しました、うん、はい、いや、あの遅刻は私バラエティポイントですか？バラエティポイントだ、だから6個あげてる。確かに遅刻しすぎちゃったから、だから6個あげてる。大きくもしたし、うん、30分遅刻して、うん、しかも微妙な、まだ起きてないですか？やばいな。おはようございます。今何時？5時。今5時半。今5時半。今5時半なんですけど、集合5時。たくさんと塩見さんいません。なんで起こしに行こうと思います。あ、たくさん来た。あ、完全に酔っ払ってますよ。たくさんもちょっと来てください。全く覚えてないです。ルイスセンサー。だから中途半端なんですよ。中途半端はおめえの魚の釣った量だよ。俺の方が釣ってんだよ。大して変わんないんですよ。だから全部関わってくるのよ、今言ってるの。全部ブーメランでお前に言ってんだから。はい、だからもう PV やってもらいますから。っていうのおかしいですよね。おかしいよ。今のおかしいぞお前。本当に。本当にこいつはすいません本当に。本当すいません。じゃやったー。そうそうでしょ、やったんでしょ。顔が真っ赤だぞお前。顔が真っ赤。あ、言っちゃったみたいになってるから。ひどいね。PV 取れるんだから。取れるんだから。取らしてもらう。取らしてもらえるんじゃない。本当。やった。うん。ギャラ増えますか？ギャラ増えません。頑張ろう。でもちょっと挨拶して、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。すいません、ありがとうございます、ね、はい、ちょっと帽子取らないんですけど、嫌なやつらじゃないんだね。すいません、ありがとうございます。すいません、本当に。これでもこいつは嫌なやつです。すいません。三重県名産手ごね寿司、美味しそう、ね、カツオ
とカツオですか、ね、めっちゃ美味しそうじゃんこれ、めっちゃうまい、うん、これこう、おいしい、